クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェはドイツのオペラ作曲家、指揮者、オルガニスト。1748年、ネーフェはケムニッツの歴史ある職人の家庭に生まれた。学生時代にはすでに教師たちに認められるほどの才能を示していた。彼はケムニッツの学校からライプツヒ大学へ進学して勉学と研究を続け、1771年に 作曲家のヨハン・アダム・ヒラーがライプツヒに開いた音楽学校の最初の生徒となる。ここで彼は詩人のクリスティアン・ゲレルドやヨハン・クリストフ・ゴットシェートと知り合っている。ヒラーの最も優秀な門弟とされたネーフェは1776年にセーラー劇団の指揮の後継者となった。その後彼はこの劇団を率いてドレスデン、フランクフルト、マインツ、ケルンなどで指揮者を務めた。 1770年代のこの時期には、主としてオペラ、特にジング・シュピールを作曲、上演していた。1779年、ネーフェはセーラー劇団の破産という経済的失敗によって、皮肉にも芸術家として名を知らしめることとなる。その年のうちに、ネーフェはボンの劇場で活動していた、劇場管理人、グスタフ・フリードリ・ヒグロスマンの劇団に、 作曲家兼音楽監督として迎えられた。それから1781年に彼はさらに宮廷オルガニストにも任命された。宮廷オルガニストの務めとして弟子の育成を行うということがあった。ネーフェはピアノ、オルガンお指作曲の教師を務め、1782年から教えを受けていたベートーベンの最初の重要な教師として挙げられる。この大気にネーフェは愛情を注ぎ、 終作の出版を促している。ネーフェ自身は才能に恵まれた作曲家とは言えなかったが、当時の最新の音楽が劣っているを厳しく批判していた。彼はボンデの競争相手ルッケージについて北ドイツの音楽家に典型的な意見を持っており、彼は陽気で感じが良く快活な作曲家であり、その処方は彼の多くの同郷人よりも純正である。と述べている。 また、彼は、イルミナティのメンバーでもあり、その活動が停止すると1787年に、結成された、読書協会にも所属した。1794年、フランス革命の軍隊が、ライン地方に進出し、ネーフェは、ボンデの役職を失う。彼は、その後1796年に、デッサウへ移り、その地で劇団の監督職に就き、残りの生涯をこの地で過ごした。 1798年1月28日、50歳の誕生日間近に成居。ネーフェの音楽作品としては、数多くの室内楽曲、ピアノ曲、合唱曲及びオペラ作品が挙げられる。彼は、当時最高のジング・シュピール作曲家の一人と、みなされている。ありがとうございます。